それでは第5試合無差別級牧伊佐也 VS 江戸ポロキング戦に出場された牧伊佐也選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。牧伊佐也選手もすごい大柄な方だと思うんですけど、やってしまいましたね。でかすぎたっすね。2メートル超えということでやりづらさありましたか。だいぶ打撃勝負でパンチも蹴りも届かないなと思って。そんな中で100キロ超えのエドポロキング選手をぶん投げててすごいなって思った。接近戦で打ち合うとやっぱ膝飛んでくるんで、くっついたら投げに行っちゃいました。すごいなと思いました。延長はどうでしたか。でもスタミナが俺ウルトラマンよりスタミナ短いダメでしたね。疲れてそうやなと思いましたけど、はい、やっぱスタミナ1分しか持たないんで昔のルールに戻してほしいですね。ありがとうございます、はい、それでは最後に応援してくださったファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、皆さんすいませんでした。ちょっと考えます。ありがとうございました。応援すいません。以上、牧伊佐也選手でした。